おはようございます。暁です。昨日はね、両方氏さんの、ライブにちょっとコメントしたら、無料電話相談があるとかいうので電話してみました。ほんで、留守電にね、携帯番号を入れておいたらかけてくれはってね。いろんなお話をね、聞いて。で、動画、私にぴったりの動画をね、3つご紹介してもらいました。ほんで、動画拝見したんですが、病院で散々やってきたこと、そう言っちゃ身も蓋もないんだけど、でも受診移動はね、大切だと思ってね、毎日やってます。どういうことかというと、ベッドにね、90度、膝90度にして、床にぴったりつくぐらいの高さにベッド合わせてね、座ってるわけですよ。そこから手すり持ってね、立つんですけど、前のめりになって立つという。この前のめりになって、太ももの裏に重心も感じて、で足の裏全体にね、重心感じて立つという。これは、よく理解してます。でも、ほぼやってますが、やってない時も結構ある。トイレとか急いでる時ね、そんな言うてられへんか。立っちゃって、腰をひねってね、立ち上がったりしてね、左脇腹が痛くなったりはね、しょっちゅうしてます。で、この辺も肩痛いしね。で、どっちかいうと、足よりも、私、左、上肢の方がね、ちょっと重いんですよ。ほんで、今朝見てたのが、ノーリハドットコムの、動画にちょうどね、その左麻痺の方が、じゃあ、上肢の方が重たい人のテーマみたいなね、動画あったんで、私にぴって、しかも、視床出血も一緒やん。それ視床出血ね、1センチもないんですよ。そんでもこのなの、左肩麻痺。ダメ、はい、みーちゃん向こう行っとって。ちょっとまた、うちの子が、邪魔しに来ました。向こう行っとってね。はい。ほんでね、左手ね、よう動くんですけども、感覚麻痺があって、温度も分かりにくいし、触られてる感じもしないし、握ってる感じ、手引きでね、歩く時も、スタッフさんの手を左手でしっかり握ってって言われるんやけども、目で見ないとね、握ってる感覚はないのね。で、時々ずれてる時あんのよね。で、しっかり握ってって言われるんだけど、目で見ないと感覚がないんですね。手すりにしても、手すりはちゃんとしっかりつかめるようになってきましたけどね。そこでやってる私の毎日のルーチン、手のマッサージ法をね、お見せしたいと思います。まずね、やってるのがいつもね、手のひらのもみもみ、どっからでもいいんですけど、特にね、この親指と人差し指の間、これ合谷っていうツボ、ここを揉み倒します。結構グリ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 揉み倒します。それと、この小指と、薬指のこの延長線上の骨の隙間、この辺もね、揉み倒します。もう好きなようには、手のひらもあちこちね、好きなように揉み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 してます。ほんでね、次やるのがね、手引っ張るの、手の横。これね、美容室行ったらね、よう手のマッサージにしてくれはるんだけどね、それ覚えてたからね、こうやってね、手の腹の脇を持ってね、引っ張るんですよ。ほんでね、順番いろいろあるんですけど、V 回しがいいので、こうやってつまんでね、回すの結構難しいので、発見したのは、指の間に挟んでね、手のひらでまず、なでなでするように回すとね、よくね、回るんでね。何でも好きなようにぐるぐる回してます。それとやってるのが、この指の間のとこ、水かきんとこをね、やっぱりキュッキュッキュッキュね、揉んでます。ここも、合谷も特にそうね。ほんで、日によってね、痛いとこは違うんですよ。今日はここの指の水かきが痛いな、今日はこっちの指かきが痛いなってね。だから、その時の指の手のひらの使い方でね、やっぱり凝ってるとことかね、違うみたいです。それとやってるのが、爪もみ。爪もみは、自律神経、副交感神経をリラックスさせるのにもいいし、なんか、
白血球が増えたりねして、感染予防にもいいしとかね、なんか昔テレビでね見たことあります、爪もみ健康法とかね、まあ、この白い爪のこの三日月のとことかね、それと爪の脇とかね揉み倒してます。でこうやって引っ張るのもまだやったり、それでこうちょっと押してみたりね、でこうやって両手でこう押し合いっこしてみたら、これ胸筋のね体操にもなるんで、これもああやったら肩痛い、やっぱりそれ肩やるまでにねここ引っ張っとかなかね、脇の下の筋肉と胸筋とこう全部ね引っ張っとってから出ないと肩の運動したら痛いからね。で一番最初にやるのはやっぱりこのプルプル体操、もう軟体動物のように肩甲骨をぐるぐる動かす。ほんで最近感覚でなあかんなと思ってやってるのが、こう手ぐしで髪の毛を解く。ブラシでね、ブラシもあるんですけどね、ブラシでやるとね頭痛い、こうガーンと当てちゃったりするからね。まあでもかけんことはないけど、でそれよりか手の感覚刺激にもなるからね、左手でねあの髪の毛を手ぐしやってみたりで、賢い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 子、これ冗談ですけどね。で手もこう洗うときにこっち側の手でなるべく洗ってみたり、脇もこうやってあの洗う風にね努力してみる。ほんでね手のひらね痒いのよね。ほんで感覚ないんやけど、こそばい感覚が出てきたからね、これはいいことやと思って爪でねコシ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 こそばい、やりすぎたこそばいんだけどね。それとこう拍手もええんちゃうかな思ってね、昔もっとねパンパンと神社の前すぐええ音しててんけどね、音がねもう一つ、それともうやってるのはこう2本ずつねこうギュッてする、こう関節と関節を当たってちょっといたんやけど、まあ2本ずつこうやってみたり、こっちの2本でやってみたりね、でちょっと反らしてみたり、反らすのはあんまり痛い時あんまりやらないですけどね。ほんで昔テレビでようやってたのが指回し健康法でね、こうやってぐるんぐるん回すの、まあできんことないけど難しいわね、もう自分で回した方が早いしね。でもちょっとずつねあのメニュー足のメニューのあのねマッサージ機とかやってる時にはね手暇やからね、まあ、こんなことやってみたりで、しょっちゅうこうあのディスコでのね樹里線の感じ、お手手ひらひらとセンスのお手ねこう裏返す感じで踊ってるんですね、こうやって踊って、あちゃんち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 とかね。ほんでペットボトル持つ言うてもね飲むのねちょっとこぼすからね、まあでも最近左手すぎたらね飲めることはないもんね。でまあこういうジュース類も左手で持ってちょっとそれだけでまあ飲めると。ほんで最近やりだしたのがまあペットボトルの蓋容器溜まってくるんでね、それでこれをつまんでこっちの箱に移動するとかね、でこっちのあのでもねおはじきとビー玉がお皿に入れたのがあったんでね、もう自分で借りてこう、ビー玉とかおはじきをこうつまんでこっちの箱に移動、お茶碗に茶碗お皿か鉄のお皿に移動するみたいなねやって、ほんで OT さんに教えてもらったのがおはじき大きく持ってこう掴んでねグリグリして、ほんで一個ずつ落とすっていうのね難しいの、おはじきをこう握った状態から一個ずつ落として難しい。まあ家でやったらちょっとずつできるけども、デーでやったら絶対ばらまくと思うんでね、あのデーではつまんで一個ずつね、ほんでつまむのもねちょっとあのこうペットボトルの蓋でもねこう狙いに行くのがねちょっと手振るんですよ。そうじゃもうちょっと頑張らな、あの病院でやってたのは重たい積み木やからね、積み木やから振るっても落とすいうことはないんやけどね。でこれを何やどうやったかな、順番に指変えてねやってましたね、こうやって。あこれだからペットボトルの蓋置いといてね、テーブルの上からこうペットボトルの蓋つまんでこっちに落とす、ちょっと軽いから物足りんけどね、でもいいと思います。それと一円玉をテーブルの上に置いてつまむのめっちゃ難しいけども、まあなんとかおはじきは丸みあるからね割とねつまみやすいんですね。でベッドの上にコインを置くとそのベッドの柔らかさに指が沈むんでね、まあ一円玉でも軽くつまめます。だからなんか
つまめるもんとかね、なんかいろんな刺激与えていかなかないね。ゴムなんか触ってるか触ってないか分かんないしね。まあいろんなもんを触っていこうとは思ってます。毎日ね、いろんなもんを一旦左手で触って、まあ使える右手では何でも自由にね使えるんですけどね。で、箸も使わせる箸も、まあ左手を持って開けるようにしてるし、まあ袋もね、こういうのも左手でつまんで破いたり、紙破いたりとかね、まあこういうサプリメントでも、こう開ける時のここを左手で持ってピリッて破いてね。でも最初の頃はね、左手破れなくてね、歯でちぎってましたけどね。最近はこの切れ目で、でも大きい方を持つ方が楽ですよね。こっち側でこうやってやる方がね、楽やですね。たまには努力しています。それとアマゾンの宅配のビリビリするやつも左手でね押さえて、段ボールこうバリッと開けたりね、そんなんもしています。まあ、蓋もね、まあ、できるだけ左手で開けるように。こんなんでも難しいんだよね。今ちょっと右手使ってで、ね、左手で開けて、で、ね、まあ左手にちょっと出して飲むとかね。それとね、あの声がね、やっぱり、はい、声量なくなりましたね。もうちょっとビタミンであるのに、だからちょっと歌歌わなあかんなと思ってます。家ではね、あの最近の歌もうちの子がなんかあの YouTube かけてるのに合わせて歌ったりするんですけどね、まあ、著作権の関係でちょっと古いやつね、これいけんのかな。あ、ドーはドーナツのド、レーはレモンのレーとかね、ミーはみんなのミ、ファーはファイトのファー、ソーは青い空、ラーはラーパのラー、しは幸せよ、さあ歌いましょう。声量全然なくなってる。昔健康な時だ、これの10倍ぐらいあったもんね。カラオケ好きでカラオケでしょっちゅう歌ってたしね。今全然のもうかすれ声ですよ。だからこれもやっぱり歌の練習していくと、呼吸息苦しさもね治ってくるのかな。あ、息苦しさについてはね、こう肩甲骨をできるだけ左にして胸を開いて、でここの胸筋をねマッサージし倒してます。ここもなんか痛いのよね、ここが。だから左手重いんやけども、左手をちょっとよく手すりとか持つんでもね使ってるんでね、でここに来るんですよ。肩が下がってくると亜脱臼になったりするというんでね、できるだけ肩両方後ろにこう肩甲骨引く。で私はこれで緩めると、グラングラングラン、ほんで手もブラ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 、自閉症体操でね、お知らせしたら、手もひらひらひら。ほんで、めまいね、だいぶね、あの、ほぼ治ってきましたよ。あの、やっぱりこう、立ち上がるときに、ぐらーんと来てたんですけどね。まあ、良性発作性頭位症っていうらしいねんけども、まあ、これ、脳卒中とあんまし関係なさそうで、まあ、耳石かもわからんけど、耳石もね、これで、まあ、無茶すんねんけど、私の脳出血の心配のある方はやめてください。こう耳に当てるとね、おお、中まで響くのよね。ほんなら耳石っていうのは炭酸カルシウムからね、砕けると思うのよね、両方ね。ああ、なんかすごい気持ちいい。で、こう耳たぶの後ろがめまいのツボでね、ここもガーッと出たのね。だからそう、ひょっとしたら耳石も砕けたんかわからん。非常にね、今までこうグラングラン回っちゃってね、あのリハビリどころじゃなかったのが非常に楽になってきました。ほんでデイの時でもベッドで生理中は立ち上がる時やっぱりクラッとくるんで、ね、ちょっと直しますって自分でめまい対処するの。ほんなら止まんの。こうグッと凝視して、グッと凝123451234512345123451234512345、これで止まんの。ぐわーっと回ってたんだね。だからコントロールできだしたからね。ほんで最近すごい左手の麻痺の運動もしだすと、なんかね、この辺が痒くなってきた。ということは、これ前頭葉が痒くなってる。前頭葉が活性化してきた。これはええことやと。で、頭もね、ちょっと、頭のマッサージもした。で、この頭蓋骨の
継ぎ目もね、ここ押されたらめっちゃ痛んですよ。で、痛いけども、ここをグッと押したりして、ね、ここもマッサージしとくんですよ。で、これでガーッとこの後頭部のとこも当てたりね。そんなこともしてると、脳の血流がね、なんかどんどん良くなってる感じがしてね。今、活性化してるから痒くなってるのちゃうかなと思って。シャンプーやったらね、いろんなとこが痒くなるの分かるけど、なんかデコがね、痒いんですよ。なんか、この骨てっぺんとか刺激したいしね。まあ、指でちょん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 とね、マッサージするだけでもいいと思うんですよ。とりあえず、まあ、左手でやった方がいいのね。ほっぺたもしびれてるから、左手でパッティング、うまいことできるのね。化粧水塗ってパチパチパチ。こっち側は、手で触られてる感じだけど、こっち側がね、あんまりね、ないのにね。だから顔の刺激もね、こっちだったらこんだけ早くできるのにね。これぐらい早く。手首持つとね、割といける。手首持って、ここの骨の蝶つがいのとこ持つとね、グラングラン結構早く出てくるね。これもええんちゃうか。まあこんな感じで、ルーティーンとして、毎朝ね、時間があったらやってます。こんな感じです。よろしかったらチャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。またコメント欄でお好きなコメント大歓迎です。では、また。